それでは今日のスターティングラインナップ、まずはホーム金沢です。ゴールキーパー後藤、ディフェンダー松田、庄司、石尾、渡辺、ミッドフィルダー島田、大橋、藤村、大谷、そして2トップ、瀬沼と丹羽。そして一方の SC 相模原、こちらは前節からスタメン3人入れ替わっています。ゴールキーパー三浦元明、ディフェンダー右から多田、鎌田、梅井、そしてアンカーの位置に川上、ミッドフィルダー右から石田、平松、星、船木、2トップには有利と小室。そこをなんとかフリーにしようという動き出しで、みんながニアに突っ込んで勝利選手だけがフォアに回るっていうパターンでしたね。うん、ナイスボール。今、三浦ファインセーブ、梅井が駆け出す、渡辺大輝から庭志音、一つ三浦選手のビッグセーブもありましたね。そうですね、ここでね、よく我慢しましたよね。左サイド、渡辺大輝を使います。ダイレクト、グラウンダーのクラス、大谷、大谷左足サイドネット。さあこのボール、有利前を向く小室へ、小室抜ける、1対1、さあチャンスになる、中では有利、アウト、懸命な戻りです。庄司ほのやスライディング、丹羽、島田と、しかし戻りも早い、アウト。今のは最後梅井ハンドの判定ですか。そうですね、左手ですね。そうですね、キッカー庭師音、金沢先制、落ち着いて蹴り込みました、庭師音、金沢先制1対0。最後の最後まで丹羽選手キーパー見てますね。最後だけボール見て、もうど真ん中ですよね。これもね、上のキーパー動くものをよく見て真ん中に蹴り込みましたよね。ど真ん中ですね。ですね、はい、そこを金沢は枚数をかけてしっかりツートップに対するアプローチはいけてますので、はい、なかなかねボールを最初に収めることができても、それが2番手3番、2番目3番目でね。島田打ってきた、ディフレクション割って、うん、ゴール、最後はディフレクション割ってゴールに吸い込まれていった。金沢追加点、少し距離があると思ったんですけどね、ここ1人かわして空いてるので思い切って打ちに行きましたよね。これがディフレクションしてゴールに吸い込まれましたけど、こういうチャレンジやっぱすることが非常に大事ですよね。自分たちの前にスペースがあれば積極的にシュートを狙っていくと。でなおかつ下の状態もやっぱスリッピーなので、こうやって少し回転がかかれば思うようにこう思っているボールが伸びたりしますのでね、その辺の計算して打ったかどうかわからないですけれども、非常にいいゴールでしたね。前線で途中出場の和田、さあ和田入ってくる、平松戻して、ポスト、まだあって、最後は星のヘディング、1点返した相模原。この仕掛けから横パスでね、平松選手、まあ、ちょっとシュート自分で打てないって判断したので、この落としも良かったですよね。で星選手は思い切って2列目から入ってきて、そのまま自分の打ったこぼれを自分で詰めに行きましたよね。まあ、諦めず狙ってる結果なのと、この辺の連携も非常に良かったですよね。ポストプレーした後、後ろにしっかりサポート入って、まあ、ワンタッチでそのままシュート狙っていくというタイミングも良かったですし、ここのこぼれ見逃さず星選手また自ら入っていきましたんでね、まあ、星選手の諦めない結果が得点につながりましたね。場内もあのロングスローに少し期待感湧いている。飛距離はさほどありませんでした。ここで試合終了、2対1、制限金沢。前節に続いての連勝となりました。2対1。